はいどうもこんにちは、赤字マックです。やっと風ちょっとマシになってきました。実は今動画にしたいネタが溢れかえっていて、めちゃめちゃ動画たくさん撮りたいです。そんな中今回は先日 Amazon ブラックフライデーで購入したもの、タイトル見てもお分かりかと思います。そのお話をします。はい、これチエホンさんに教えてもらった Xiaomi 13T Pro と Xiaomi Pad 6、 この2つがセットになって Amazon ブラックフライデー激安で販売されてました。で、僕は前回動画の中でちょっと迷ってますって言いましたけど、あれ嘘です。実はあれ撮影した後すぐにポチりました。ただこれ発売前なんでまだ届いてません。なんで今回は Xiaomi 13T Pro 開封前夜、そんな感じでお話ししていきたいと思います。それでは始めていきます。で、今回 Xiaomi 13T Pro 僕が購入した理由というか動機、それについてはこの動画の最後あたりでお話ししたいと思います。というのも僕は普段かねてからスマホはミッドレンジ最上、個人的にはそんな風に言っていて、まあ正直ぶっちゃけて言うとハイエンドを買えば大体みんな幸せになれますよね。まあその分お高いとはいえ、正直僕みたいにミッドレンジモデルあれこれ買って試すよりもハイエンド1個買えば長く幸せに使えると思ってます。ただ僕にはまずオーバースペックであること、で、やっぱりこれ大阪人気質なんですかね。こんなに使えるスマホだけど安かってん。はい、そんな風に言いたい。そういう思いもあり、またミッドレンジクラスのスマホって少なくとも数年前までは各メーカーさん、おそらくその担当者さんのここは入れたいけど省かないといけないとか、いやここは無理して入れましたとか、なんかそういう裏事情が垣間見れるような、そういう商品も多くて、なんか熱く感じるんすよね。はい、ところがここ 1,2 年半導体不足も気にしてか、スナップドラゴン 695 5G の暗躍、はい、ユーザーさんいらっしゃったらすいません、そういった部分も含めてほんとミッドレンジモデルかなり不作でしたっていう言い訳をしつつ、今僕はこれシャオミの型落ちハイエンド Xiaomi 12T Pro をメインとして使ってます。はい、そう、僕は今 Oppo リノ10 Pro 5G、これも持ってるんで、正直僕的にはこっちをメインで使いたい、そういうタイプなんですけど、やっぱり僕結局今はシャオミ大好きなんで、どうしてもシャオミのスマホに寄りがちってことで、ある意味持論というか、今までお話ししてきたこととちゃうやんって言われても、現状シャオミ 12T Pro これをメイン機としてかなり快適に使ってます。でもまさか今回その最新モデルであるシャオミ 13T Pro これを発売日前に予約購入するとは夢にも思ってませんでした。その理由はまずやっぱり僕が意識してハイエンド避けていること、そしてもちろんやっぱりお高いこと、そのあたりが気にして買うつもりなかったんですよ。いや、でも今回ほんと破格だったんで、つい Xiaomi 13T Pro 購入しちゃいました。で、冒頭でもお話しした千恵本さんのポスト通り、これ破格とはいえ、はい、こちら Xiaomi Pad 6、これとのある意味抱き合わせでのセール価格、お安いのはお安いんですけど、 Xiaomi 13T Pro と Xiaomi Pad 6、この2つで合計 111,312 円、こういう価格で購入しました。はい、これ Xiaomi 13T Pro の SIM フリーモデル、ソフトバンクモデルではなくて通常モデル、その価格が 109,800 円なんで、これ差し引くと1512円で Xiaomi Pad 6がついてくることになります。いや、もうこれはほんと破格ってことで、正直 Xiaomi Pad 6は必要なかったんですけど購入してみました。で、今回は僕も正直買うつもりなかったんで、あまりリサーチしてなかった Xiaomi 13T Pro ちょっとどんなものか見てみたいと思います。まず今持っている Xiaomi 12T Pro と比べてほぼサイズは同じぐらい、幅は 76mm と同じで、高さが Xiaomi 12T Pro 163mm から Xiaomi 13T Pro は 1mm 短く 162mm になりました。で、今回僕は本当リサーチなしで急にポンと買ったんで、実はカラバリが3種類あって、ブラック、メドウグリーン、アルパインブルー、この3色の中から僕はなんとなく緑いいなと思ってメドウグリーン買ったんですけど、メドウグリーンとブラック、そしてアルパインブルー、背面素材が違いました。ブラックとメドウグリーンはガラス、アルパインブルーはフェイクレザーが使用されてます。なんで厚みと重さがちょっと違って、 Xiaomi 12T Pro が厚み 8.8mm、
そして Xiaomi 13T Pro のメドウグリーンブラックが 8.5mm、アルパインブルーは 8.6mm、そして重さ、Xiaomi 12T Pro は 205g、Xiaomi 13T Pro のメドウグリーンブラックが 206g、で、アルパインブルーが 200g。うわ、これ、アルパインブルーにしておけばよかった。そんな風に感じました。結構デカ重スマホの 6g でかいんで、ここはちょっと今回失敗しました。で、やっぱり大きく違うのは SoC ですよね。 Xiaomi 12T Pro は Snapdragon 8 Plus Gen 1、 Xiaomi 13T Pro は Dimensity 9200、 ここは大きく違います。で、 RAM 8GB から 12GB に増量、リフレッシュレートも最大 120Hz から 144Hz へ、防水防塵機能が Xiaomi 12T Pro が IP5X、 IPX3、 Xiaomi 13T Pro がIP6X、IPX8 と、ここも向上してます。ただカメラに関しては、Xiaomi 12T Pro で採用されていた2億画素、これはオミットされて、5000万画素メインカメラになってます。ただ超広角も800万画素から1200万画素。で、さらに嬉しいのが、5000万画素の広角2倍ズーム、これを搭載してきてます。なんでこのあたりは、メインカメラ2億画素から5000万画素。一見ダウングレードしてるように感じますけど、このあたりどう影響してるのか、ちょっと気になるところです。まあ、とにかく僕は、Xiaomi 12T Pro でも、かなり満足していたんで、Xiaomi 13T Pro、満足しない未来は見えてません。なんでめっちゃ楽しみなんですけど、やっぱり冒頭でもお話しした、このままハイエンドユーザーになってしまうのか、ちょっと自分でも不安に思う部分はあります。ただやっぱり僕みたいに、スマホはハードに使うけど、そんな重い作業もしないし、重いゲームもしない。そんな僕にとっては、正直使い勝手、OPPO Reno10 Pro 5G と、Xiaomi 12T Pro、実はそんなに遜色なく、どっちも快適に使えてます。ただ細かい部分でいくとやっぱり、Xiaomi スマホの方が好きなんで、ついどっちかというと、こっちを使いがち。こっちの方がだいぶ軽いんですけど、今はそういうことになってます。はい、なんで、また近々、Xiaomi 13T Pro、届いたら開けてチェックしてみたいと思います。あ、そうそう。Xiaomi 13T Pro、絶賛売り切れ中です。検索してみると、はい、これ、グローバル版が出てきます。で、このグローバルモデル、めちゃめちゃ羨ましいのが、ここ拡大してみると、わかります?ライカって書いてるんですよ。これちょっと大人の事情で、ジャパンモデルでは、これを搭載できなかったみたいで、いやもうほんとここは残念。グローバル版使いたいところですけど、今回僕は、Xiaomi 公式のジャパンモデル、Xiaomi 13T Pro、予約購入しましたっていうお話でした。はい、やっぱり途中から、鼻声になってすみません。と、そんな中、これ、Amazon さんから届いた箱開けていきます。中身は、Xiaomi 13T Pro のケース、そして保護ガラス、これが届いていて、で、さらに、いきますよ。せーの、イエーイ、来たー !Xiaomi Pad 6、届きました。はい、これ、僕は正直、あまり必要性はなかったんですけど、今回これ、セット価格で安かったんで買いました。で、最初にお話しした通り、僕が今回、Xiaomi 13T Pro 買おうと思った理由というか動機、それはもう単純に安かったから、これにつきます。今回購入したセット価格は、111,312円。例えばそこから、この Xiaomi Pad 6、あくまで例えば、これこのまま、イオシスさんに売却した場合、34,000円になります。ということは、Xiaomi 13T Pro、77,312円で購入できることになります。で、さらに僕は、Xiaomi 12T Pro 持ってるんで、これを差し替えた場合、不要になってくるんで、売却します。これも仮に、イオシスさんで売却した場合、4万円だったとしても、差額は37,000円ちょい。そういう計算になります。今回思い切って、Xiaomi 13T Pro 購入しました。いや、また相当多くないうちに、ソフトバンクとか、IAJ ミオとか、あ
はい、もう発売前からこれだけ破格で出てきたんで十分期待もできるかと思います。ただ今回僕は本当予約で買えて嬉しいです。もう今このセット買うことはできませんけど、これから Xiaomi 13T Pro 購入される方いらっしゃるかと思います。よかったらこれからの動画お楽しみになさってください。でもちろんこれもせっかく買ったんで開けて中見てみたいと思ってます。そちらもお楽しみに。ということで Xiaomi のハイエンド Xiaomi 13T Pro 予約購入したんで開封前夜、今回はそういったお話でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。